다이니 코린도 주니쇼 이세츠 카라 주세츠 이세츠 즈츠 오요미 시타이 토 오모이마스. 私はキリストにある一人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてあったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。パラダイスに引き上げられて人間には語ることを許されていない。口に出す本当のできない言葉を聞いたことを知っています。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。내육체의갓이곧사탄의사자를주셨으니이는나를쳐서너무자만하지않게하려하십니다このことについてはこれを私からさせてくださるようにと三度も主に願いました。내은혜가네게족하도다이는내능력이약한데서온전하여짐이라하신지라그러므로도리어크게기뻐함으로나의여러약한것들에대하여자랑하리니이는그리스도의능력이내게머물게하려함이라ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時こそ私は強いからです。아멘축복을선하겠습니다평안하십시오당신은세계사례를선교사입니다그황무한땅을기업으로누리십시다今日も私たちに約束された恵みが必要です。今日も主の御前で謙遜に主の恵みを待って信仰の中で進もうよ祝福します。世の中生きているうちにさまざまなことが起こっています。説明のできないいろんな問題に抱えることもあります。なぜ人生はうまくいかないのか思いながら生きていく人たちもいると思います。自分なりに頑張っているにもかかわらず、ある日その私に訪れる虚しさのため、私にある信仰が不信仰になる場合もあります。今日どんな気持ちでこの場にいるのか構いなく、今日一日恵みを通して祝福味わう今日一日になるよう祝福します。なぜ私たちの人生が何が何だか分からない状態になっているのか、それは整理されていない人生の中で私たちの祈りが失っているからです。その私たち神の子供にある祝福は祈りです。その祝福の中に皆さんが入っていただきたいと思います。私たちの人生は私たちの努力と関係なく成り立つ人生であります。しかし
私たちの人生はなんだかこじれて行くと思います。しかしその後振り返ってみると そのことはすべて答えだっていうことを知るようになります。なので神が失った祈りが回復すればその神の御言葉が御言葉がなります。皆さんが神のことを信じなくても神は神であります。神はアルファでありオメガであります。つまり最初で最後になります。今も永遠になり今もこの世を動かす神であります。皆さんがもし神の御言葉を信じないと言っても神の御言葉は神の御言葉であります。皆さんが主イエスの御名で祈るときに神の御言葉が御言葉になり世を動かす祝福を味わう祝福を受け入れます。これができなくて今キリスト教は世の中から批判されてからかわれています。で教会の中でも지금모든큰교단들에게서도이래서는안된것이다정말로한국에새로운회개운동이일어나야될것이다新たな運動が必要だと메디아を通して연합해서기도를하고이런부분들을보게됩니다왜냐集めたりします。완전히땅바닥을치고있어今教会はどん底の状態にあります。なぜなら祈りを味わっていないからです。エジケル36章37節神である主はこう仰せられる私はイスラエルの家の願いを聞き入れて 次のことをしよう私は羊の群れのように人を増やそう。また38節にちょうど性別された羊の群れのように礼祭の時エルサレム羊の群れのように廃墟であった町々の人の群れで満たそう。この時彼らは私が主であることを知ろう。主と共におられる奥義を味わったイサク、アビメレクがイサクのところにやってきました。創世記26章28節から29節私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。また29節あなたも私たちに害を加えないということです。あなたは今主に祝福されています。未信者であるアビメレクも主があなたと共におられることをはっきり見たと言っていました。皆さんが祈りを味わっていると未信者たちでもそれが見られるようになります。
しかし今は教会はむしろ世に影響を与えなくて、むしろ影響されるその状況になっています。하나님의영광이드러나는것보다오히려복음을우습게여기고복음가진교회들을우습게여기고이마와교회에대해서함부로말하면서결국그렇게되면본인들이잘될것이냐아니에요이런저런교회의것도대아래코레그것도모르고교회때이렇다저렇다말하면서살수밖에없는맞다모든제공들을누가하느냐기독교인들이하고있다라는오나지그리스도교도에아르영광가지고人たちが教会のことについてあれこれ言っています。答えは私がどれだけやってきから答えを受ける。それももちろんありますが、열심히기도했는데도응답못받는사람이있고熱心に祈っても答えを受けることはできない人もあります。普段私たちの考えは、私が熱心に祈ってから答えを受けて、そういうそういうふうに考えると思います。しかし答えは確認されたところから出ます。ずっと悲しまれることを人はその悲しみが自分の中で確認されているから、されているから、怒りがずっと出てる人はすでに前から人のことを許せない、その怒りが自分の中にとどまっているからです。毎日もし私が感謝して感謝すれば、毎日感謝と喜びの答えが来るしかありません。私の生活と私の生活の中に周りの環境も構いなく何が確認されているのか、それが鍵となります。なので私たちは世のもので、福音と真逆、反対のもので確認されていると、私も知らないうちに肉体のことで確認されてしまいます。なので私たちはその世の流れで生きていくしかありません。今日一日祈りを通して理的なもの、福音と真逆のものが癒される一日なるよう祝福します。祈りが回復すれば、どんな環境もどんな病でも勝つことができます。祈りが回復すれば、どんな状況にあっても勝つことができることはパウルを通して見られます。今日パウルは3度も神に祈りました。その前に貴重な霊的な体験をしたのです。人は言葉で表せない、言葉で理解できない言葉に語らないその体験をしたのです。今日4節にパラダイスに引き上げられて、人間には語ることを
許されていない口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。この霊的な体験をした後、自分の病をことについて祈ったのがパウロであります。私が死ぬ病気に抱えたとしても、神御言葉福音が整理されなければ祈ることはできません。生徒たちはまず苦しみにあったらまず祈ります。しかしそれが持続できません。緊急な時はもちろん祈ります。しかしその後は祈りません。その祈る力はどこから来るのか。神の御言葉福音は整理されている状態から出てきます。人たちが問題にあったら祈ります。しかしその後は望んでいない病気にあった時、良い信仰生活をしたとしても、その望まれていない病気に抱えたら、神に対して恨むように祈ります。しかし病気のそれは病気のため滅びるんではなく、神のことを逃しているからです。皆さんの中にある福音以外必要のないことを切り捨てなければなりません。それを捨てなく、これを捨てるんだとしても滅びません。こういうものを捨ててしまえば、私に何か不利になるのではないか、そういう考えではありません。むしろそれが私の人生や信仰生活を防いでいます。もし家庭の中で苦しみや問題が、あるんだとしたら、皆さんにその問題を通して神と相通することを願っておられます。それを通して契約を握って祈るように願っておられます。私は私自身について評価すると、私は社会性が欠けていると思います。もちろん地域の特徴でもありますが、私は誰かととっつきやすい、そういう性格ではありません。誰かと付き合いがうまくできません。しかし他の人にはそんなに難しいないと思いますが、私にはそんなに、私にはちょっと難しいと思います。これを他に人に言ってみたら、その方が
人のことと相中がうまくいればそれでいいのか、むしろ神のことと相中することは大事なんではないでしょうかと言われました。皆さん後に見ると私の中にいることを切り捨てることによって알고보면전혀쓸데없는것인데버리지못한그것때문에하나님중요한응답들을내가얻고있었구나라는사실들을깨닫게되었습니다그래서味わってその答えを受け入れるようになります。여러분의입기를주의이름으로축원합니다기도는구원받은자이노리와최고최대의救いを受けた人に与えてくださった기도할수있다는것은最も最高のプレゼントであります。伝道も私たちの生活もどんな問題にあってもそのすべてが終わったのです。人間だけが霊的な存在です。その霊がその魂が神のことに神のもとにいるのか、もしくはサタンのもとにいるのか、その霊が福音の中にいるのか、世の中にいるのか、そこによって答えが出てきます。世のことと世のことと反対の福音の中にいて祝福を味わっていただきたいと思います。まず一つ目、祈りのことを逃してしまえば備中の状態に陥っています。祈りを逃してしまえば無気力に陥っています。私の力で生きなければと思うので、皆さんが創造主であれば関係ないと思いますが、しかし私自身に力がないということを知ることによってすぐ無気力に陥ってしまいます。ニオニアにどんな発明されたものでもそのものは必ず期限があり、使い切れてしまえば寿命が終わります。人も同じです。私がどれだけ努力しても絶対不可能であることを悟った人は福音を正確に悟った人であります。今日も私たちは約束されたその契約を握って恵みのビザの御前に立つことが大事です。なので祈りがなければ無気力に陥っています。またそして2番目は無駄なことに気を取られてしまいます。それで執着します。ほとんどの私たちにある問題はほっといたら解決される問題です。私たちが背負っている問題たちはほとんどそうです。しかし私が自分の力で解決しようとしています。しかし本当に問題本当の問題はこの中で 5% しかならないと言っています。しかし
人たちはその問題を自分の力で解決しようとしています。何かを気を取られてそこに執着してしまうと、しかし祈りができる人はその一瞬でも集中することができます。その一瞬でも正確な神の導きが見られます。ネヘミヤ、ネヘミヤ1장2장에보면은그분들놓고이쇼네헤미야선자는집중해서기도했어요니쇼니네헤미야요견자와슈츄시테이노리마시타아하수에로왕이네헤미를바보니까얼굴에근심이가득한아하수에로오가네헤미야오미테미마스토가오이로가와로이ことを気づきました。なのでそのことを聞きました。そしたらネヘミヤがその王に説明しました。その時王はネヘミヤに帰って城を再建することを命じられました。今日治れない病気だと思っていたのですが、その祈りの奥義を知っていたパウロにはそれが答えとしてことを思ってなくて、答えと比べにならない神の見働きを体験しました。死ぬ病気に抱えても祈りに集中しました。そのことに対する答えは受けていなくても、その先にある大きなことを見働きを見られました。その執着の中に、その執着の中にいて気を取られてしまうと、またさらに中毒してしまいます。今の時代は中毒精神病の時代と言われています。すでに来ています。大勢の青少年、大勢の若の者がその中毒に陥っています。韓国の有名な大学の中にあるサークルに、そのサークルの中に、そのサークルの中で多いのドラッグが出回っていました。その大学ではなく中高生まで広がってしまいます。なのでその先の時代を備えなければなりません。業界の中で専門
支局があります。その中で癒しのチームも癒しチームがあります。その中で中毒のことを予防して、その社会復帰できるように、ようにするシステムが成り立つように、必要な書類があります。교도소만해도53군데가있습니다사실은빈곳이죠많은우리청소년현장들중고등학생들도교도소들어가고요그리고많은교도소刑務所사범들도교도소들어가고또보험관님은소유프로그램과많이맞치유할수있어요영적비밀을아는여러분치유할수있어요세상적으로는치유할수없잖아요사실은그러나그분이무엇때문에온사실을아는영적비밀을아는여러분은그것도되어그중독されたわかもの を生かすことはできません。しかし福音を持っていた皆さんなら、そのわかものを生かすことができます。今この時代は個人が霊的、その霊的状態で倒れている時代です。なのでうちの教会もそのシステムが必要です。それを通して伝道の門が開かれるよう祈っていただきたいと思います。その無気力と乗り越えるためには、生活の中で祈りが必要です。要するに生活と祈りがつながって、その生活が祈りになるように、その祈りに入らなければなりません。そうすることによって世の中のことで黙認されたことが癒されて、生活の中にあるすべてのことは祈りにつながってきます。祈りを通して力を得なければなりません。答えは受けなければなりません。神の中で力を得て幸せを味わう時間がないので、無気力と執着の状態に陥ってしまいます。24、25、祈りの旅程を語24、25AM は祈りの予定を示しています。で、祈りの予定を失われた祈りを回復することによって、祝福の証拠を握っていきたいただきたいと思います。二つ目です。
祈りを通して祈りを通して他の力がなければなりません。その力はすでに私たちにあります。神から与えてくださった力です。すでに私たちは持っています。キリストの中で得たその身分と権威がその力であります。ヨハネ福音書14章16節に、もう一人の助け主をあなた方にお与えになります。しかし私たちは私の力や考え方で生きていこうとしています。それが祈りを知らない福音を逃すということです。聖霊は私と共に永遠におられます。祈りはその聖霊の保護される保護されること、その教えに耳を傾けることです。上から来る他の力を得ること、そこに使徒の働き一章八節、ヤロサレム과온유대와사마리아땅끝까지이르러내증인이되리라말씀했습니다하나님의성령께서보혜사성령께서우리속에근능을주시겠다말씀하시고그근능가지고세상끝날까지증인될만한힘을주시겠다고말씀하셨습니다아따에테쿠다사르토이테이마스나노데와타시타치와聖霊充満の中でただ祈らなければなりません。神様がそれを約束されました。第一ヨハネ2章27節、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。そのキリストの中に私が入らなければなりません。その中に私の人生を生きて いかなければなりません。それが私たちの祈りであります。祈り三次元の世界があります。今日の本文にはパラダイスと書いてあります。その上のことをパウロはパラダイスと言っていました。パウロは3度も祈ることが できた理由は、その先にまず霊的な体験があったからです。なので御言葉と福音で私のことをまず整理して、あそこから出てくる力の中で
祈らなければなりません。祈りができない人は御言葉を読んで聞いてあそこから与えてくださる力を持って祈らなければなりません。祈っているうちに神様はパウルに 答えだけ与えてくださったんではなく、すべてのことを与えました。今日の9節に、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。 それがパウルが祈りの中で味わったことです。なので、パウルは自分の弱さを誇りに語ることができました。人たちは自分が欠けている部分を自慢 自慢しません。誰でもそれがコンプレックスとなるので、そういうところを語ったりしません。しかしパウルは違いました。自分の弱さの中で神の力を得たからです。 その弱さが神の力を体験する大きな答えだと握っていただきたいと思います。失われた祈りを 回復しなければなりません。問題の前で祈ることも大事ですが、今いる現場で 잃어버린 기도가 회복되어지므로 여러분 통해서 모든 것 失われた 이노리가 회복して 今日一日を 회복する 우리 함께 찬양하고 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 나루요 회복するように 축복します. 하나님이시니 약속하시니가 내 아버지시. 기도 제목들 한번 보십시다. 오직 기도의 비밀을 가진 전도 제자의 기도입니다. 같이 한번 읽어보십시다. 잃어버린 기도를 회복함으로 세상 육신의 것으로 각인된 것 치유되게 하옵소서. 삶의 기도로 행복, 힘, 답을 얻는 시간 통해 무기력과 집착과 중독에서 빠져나오게 하옵소서. 하나님으로부터 오는 힘인 그 속에 들어가고 그 속에서 내 인생이 사라지게 하옵소서. 내가 열심히 사는 것이 아니라 사라져야 합니다. 하나님 주시는 힘 속에 들어갈 때 사라지게 됩니다. 이 기도의 비밀을 회복하기 위해서 함께 기도하는 마음으로 찬양하고